福岡県が災害時の初動対応を確認するため職員の緊急参集訓練を行いました。10時になりました。地震が発生しましたので職員呼び出しシステムにより自動呼び出しを行ってください。訓練は午前10時に北九州地方を震源とした最大震度6弱の地震が発生したと想定。災害対策本部に県庁近くに住む職員が集まり、市町村や消防など関係機関に連絡し、被害状況の聞き取りなどに当たりました。訓練は1995年の阪神・淡路大震災を受けて始まったもので、今年は出水期を前に改めて対応の手順を確認しました。思わぬ災害というのは、時場所を選ばないと言いますので、そこには対応していかなきゃいけないので。福岡県は今後も定期的に訓練を行うということです。